皆様こんにちは。絵画骨董買取プロ金子でございます。今日こちら飾ってある作品はですね、須田国太先生の、秋の魚、まあ、サンマの図でございます。須田国太先生はですね、埼玉県の熊谷でお生まれになりまして、まあ、戦争中はですね、まあ、京都奈良の方に一時的に疎開されていたわけですけども、まあ、その後も関西地方を中心にですね、まあ、こういった油絵の他にですね、まあ、中小武将、まあ、どちらの領域もあるいはもうそれを超えて、まあ、書であったり彫刻であったり、まあ、はたまたもうインテリア家までですね、デザインしたとも言われてますけど、非常に多岐にわたってご活躍をされてきました。弊社が今ご紹介しておりますこの作品はですね、1989年作の作品です。須田先生はですね、1990年に、まあ、お亡くなりになられましたので、非常に、まあ、もう最晩年本当の円熟期の作品でございます。私も絵画骨董買取プロではですね、須田先生の作品も探しております。また秋華堂では須田先生の作品を紹介して、いろいろな方にこの作品の良さ知っていただいております。売るのも買うのも秋華堂、ぜひ、須田先生の作品ございましたら私ども評価をさせてください。絵画骨董買取プロでは須田国太先生の作品を探しております。お手持ちの作品で心当たりがございましたら、こちらのフリーダイヤル0120126骨董まで、ぜひ、ご連絡をいただきたいと思います。まあ、私ども須田国太先生の作品は非常に多く扱っておりまして、資料もたくさんございますので、確かな情報で確かなアドバイスさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。